皆様こんにちは。タロット歴24年目のモセ姫と申します。本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はもう11月2日になってしまったんですが、今日は11月のマンスリーリーディングしていきたいと思います。はい、今日初めてすることもあります。カードの見方を説明します。はい、まずこれだけのカードをねまずシャッフルしてるんですけれども、こちらからまず1ヶ月の全体運の流れ、そしてこちらが、金運仕事運をこのカードで見ます。よいしょ。そして、恋愛運をこちらのカード、そしてアドバイス、この1ヶ月をどう過ごしたらいいかっていうアドバイスをこちらのカード、あとですね、今日2日なんですけれども11月1日から30日までこのカードをね、いわゆる毎日の流れということでカードをね30枚出しますという、今日はね、こういう初めての試みをしていきたいと思います。はい、選んでいただきたいのは、1番の方、こちらね黄色です。はい、2番の方、こちらはピンク。はい、そして3番の方、こちらはブルーです。はい、じゃあこちらの3択からお選びください。はいね、もう本当に11月なんかね、あったかいのか寒いのかよくわからないようなそういう気温ですが、気候ですが、11月は皆様にとってどんな1ヶ月になるのか、クリスマスも近いですしね、そわそわウキウキしたりしますよね。はい、じゃあね今日も3択で見ていきたいと思います。じゃあまずは黄色の、皆様から見ていきたいと思います。はい、それでは本日もどうぞよろしくお願いいたします。じゃあ他のカードは一旦下げます。よいしょ。今日はねカードが種類が多いからとても重くて、よいしょ。はい、じゃあ、こちらのドルフィンと、エンジェルアンサーはこれはアドバイス、よいしょ。で恋愛運、仕事運、全体運。はい、じゃあまずねこちらの全体運は、タロット私は目をつむって1枚選びたいと思います。11月の仕事運、これは全体運です。どれかな、これかな。はい、じゃあまずこれが全体運。はい、じゃあ今度はねこれを仕事運、金運としてこちらからカードを1枚、これだな、出していきます。はい、そして今度はこれがね恋愛運ね、やっぱ気になりますよね恋愛運。はい、こちらが恋愛運。はい、そしてねアドバイス、1枚でいいかな。ドルフィンもこちらもアドバイス。ちょっと待ってね、なかなか出ないね。まずね、これが、出ました。これがまずで、後ほどこのカードをね昨日の流れから30枚、11月の30日まで毎日の運勢ということで出していきますので、じゃあまず全体の流れ、まずこちらタロットカード、さて、ワンドの5の正位置ですね。そうね、何かこういろいろな、これ全体運で出してるんですけれども、
葛藤とか争い事とかそういったことのね暗示の可能性があるかもしれない。何か黄色の皆様の中で、なんかこうこれはきちんと言っときたいとか、なんかねここは曲げられないとか、そういう自分の意思がよく言えばすごく強くなってる。でも逆に言うと、もしかすると柔軟性っていうのをもう少し持ってもいいかもねっていう1ヶ月になるかもしれない。ちょっとこれねカードを全部開いてからもう一度お伝えしたいと思います。はい、そしてね仕事運金運はおいいですね。これはねコインのナイトです。まずね金運、はい、これねとってもいいです。そしてお仕事はマイペースに今まで通り着実に進めていけるかと思います。まあね残業だったり、まあ、賞与はね来月っていう方どうかな、今コロナでね少し厳しい方多いかもしれないんだけれども、まあ、11月に関してはこれはねとても安定安泰という嬉しいカードが出ています。さあ、そして恋愛運はどうかな。うお、ベリースーンですよ。すごい嬉しいね。これは出会い求めてる人、ね、恋愛中の人、復縁望んでる人、片思い中の人、ね、どんな人でも何かね今月中にとても嬉しいことがあるんじゃないかなというカード出てます。はい、そしてねアドバイス、これ2枚です。おー、ピースフルリゾね、はい、これすいません、解決ですね、平和的な解決と、おー、シンクロニシティ、はい、このカードが出てます。うー、何か例えば今こう、これ恋愛、友達、仕事、まあ何でもそうかな、あのね全部がねいわゆる本当に平和的な解決、そしてなんかね今月あること全てはやっぱり偶然じゃないよ、必然だよっていうことで、仲直りできることもいろんな解決策を得ることも、これはねあなたにとって、まあ、嬉しい必然と思っていいよと。そして今回今月は何かねやっと解決できるようなこともあるんでしょう。それが非常に平和的な解決なのかなっていう気がしました。そうね、はい、なので、ね、金運、仕事運、恋愛運はねすごくねいいと思ったんだけど、このワンダの後、そうですね、まあ自己防衛も含めていわゆる自分が守るために攻撃に出る、そういうこともあるかもしれない。まあ少し口論が出てしまったり、ちょっと喧嘩になってしまったりっていうことがあったとしても、まあここでねきちんと平和に解決できるよっていうことが出てるので、まずそういう意味では安心かな。それだけこのね黄色の皆様がエネルギーが高まっているんだと思う。まずこれがね、はい、流れとして出ました。じゃあねカードをねちょっと30枚ね並べていきたいと思います。カードがね多分これがね入らないんだよねさてさて、ちょっと待ってね。これでちょっとねシンクロニシティが見えなくなっちゃうんだけど、まあ、こういう感じで、さあじゃあねこちらを、まあ、1日から、まあ、昨日からの流れなんだけど、さあ11月の流れどういう風になるかな。そろそろ OK なような気がします。
そろそろ、あ、OK ですね、大丈夫です。はい、じゃあがカードを、はい、じゃあ、ね、昨日からの流れなんだけど引いていきます。はい、昨日はね、リング11月の1日、リングという嬉しいカード出てます。はい、そして2日、これ庭ですね、人とのコミュニケーションが活発になるよと出ています。はい、3日は怒り、安定ですね。まあ、これ、まあ、仕事も恋愛もそうなんですけれども、いわゆる、まあ、お相手様と例えば絆が非常に強まりますよとか、あとはね、これ怒りっていうカードなので、まあ、少し寒いかもしれないけれども、例えば海辺のデートとかね、そういうのもいいですっていう、海とかがキーワードというカード。おお、なんかずっといいカードが出てるね。4日、これは星ですね。あなたにとってどんな願いが叶うのかなと、なんか夜のデート基地ですね。あとインスピレーションもすごく冴えている。はい、5日は木、これね、ウィッシュカードと言われています。何らかの解決策が見出せるよというカード。はい、7日、1,2,3,4,5、6日でしたはい、これは魚のカード。はい、これ金運ね、持つ、まずとってもいいです。金運とってもいいし、あとは愛しいあの人、一応のあの人と距離が縮まるかもしれません。はい、ここで蛇が出ましたね。なるほど。ね、7日プラスね、ここで7っていうね、カードが出てるので、まあ、ちょっと意味合いがすごく強いかなって思うんですけれども、まあ、ライバルの存在がね、すごくこうバーンって出てきたり、まあ、ね、いわゆる表と裏でこう態度が違うというか、下心があるような、そういうふうな人の可能性も身近にいるかもしれないから、どっちかっていうとこれね、人間関係とか詐欺とか気をつけてねっていう感じ。はい、さて来週、おっと8日、山が出てますね。今日は案外大きな困難とか障害とかがある可能性あるかもしれません。はい、9日は道ですね、道というカード、何か選ぶ、迷う、選択するという日になるかもしれません。はい、10日、これコウノトリのカード、実際の移動ですね、会社内の移動とか、出発スタート、まあ、飛び立つっていう意味もありますし、あとこれはね、妊娠を表すカードでもありますので、まあ、妊活している人、まあね、まあ、もしかしたら可能性あるかもしれない。1,2,3,7,8,9,10、はい、11月、ライダー、これね、嬉しい、嬉しい知らせとかね、あとなんかのね、出会いがあるかもしれない。なんかこの日誰かに連絡をしたい、おいしい普通のあの人と連絡取れたらいいな、復縁したいあの人っていうのは、この日連絡をしてみてもいいかもしれません。はい、そしてこちらが、はい、本のカード。まずね、勉強するにはすごく最適の日、あとは秘密の恋とか不倫に、まあそうね、まあ注意っていうこともあるし、まあ継続中の人は、まあ、いわゆるそういうデートができるのかもしれません。はい、そしてこれが13日、無知のカード。これはね、喧嘩とか口論、働きすぎっていうことを考えられます。気をつけてくださいね。はい、14日、家のカードが出てます。まあ、これは実家だったり、今住んでらっしゃる家だったり、そこでいわゆるステイホームですね、いい意味の、なんかね、こうで穏やかな時間、平和な時間過ごせるのではないでしょうか。はい、そしてね、15日、はい、これ花というカード出てます。これ恋愛嬉しいですね。幸せなデート、新しい出会い、片思いの人、復縁の人も
すごくこれはチャンスがある日になるんじゃないでしょうか。はい、16日、これねちょっと見にくいかな、クローバーのカードです。これもね嬉しいカードです。これもね嬉しい幸運がやってくるとか、嬉しい知らせがやってくるというカード。おお、はい、ここもユリが出ましたね。なんかねお相手様と愛し合ったりとか、まあ、いわゆるこうもしかするとこの日に深い関係になる人もいるかもしれません。まあ、いわゆるねデート運、すごくいいと思います。はい、18日、はい、この日はネズミのカードが出てます。お金の使いすぎ、ちょっと健康面の障害気をつけてた方がいいかもしれません。はい、19日、おー、これ手紙のカードですね。これこそコミュニケーションとか連絡のカードね、あの人に連絡してみるのもいいかもしれません。はい、20はタワーですね。まあこれ安定という意味です。まあ今までと変わらず、まあ、過ごすことできるよっていう安定。はい、そして21日、フォックスのカードですね。まあこれね、まあ仕事のカードとも言えるけれども、ライバルの存在のカードとも言える。ちょっとこれもね、いわゆるこのね蛇のカードと同様、少し人間関係に要注意かなっていう感じがします。はい、ちょっとねカードが入らなくなっちゃったね。はい、これがね22、子供のカード。あなたの子供らしさ、純粋さっていうのを忘れないでっていう、もしかすると年下の出会いがあるかもしれません。はい、そして22日、太陽です。何をするにしても幸せな一日になりそう。目立って吉。はい、23、船というカード。何か新しい門で出発、旅行、留学、また今留学ちょっと厳しいのかな、まあ、いわゆるねこう動き出すという、そういう時期になってきているようです。さあ、22、23、はい、で25、これ棺桶ですね。今日はねあんまり積極的に動かない方がいいかな。もうなんていうのかな、まあ、これはね死と再生っていう意味もあるんですけれども、まあ何か今日に関しては、まあ、軽く流しとく方がいいかなっていう感じ。おお、27、ハートが出ましたよね。すごい、なんか見にくいねはい、ハート、もうこれね恋愛ものすごく嬉しい日になるんじゃないでしょうか。はい、28日、クマのカード。28、そうですね、クマのカード。食べ過ぎ飲み過ぎに要注意です。はい、そしてねこれがクロスのカード出ましたね。あ、ここが28ですね。何かね物事が一旦延期になったり中止になったりリスケになったりするかもしれません。はい、そしてねワンちゃんのカードが出ました。これはね、まあ、親友だったり友達だったり、とてもねなんかこう幸せな、あのねこう穏やかな時間過ごせるんじゃないかな。そう、20で、はい、でこれが30、はい、これがあなたのお相手様のカードが出てます。何かこれはお相手様からの動きがあるかもしれませんという意味で、カードをねバーッと出させていただきました。そうね、1ヶ月のねまあ流れ、ちょっとね下の方が見にくくなってしまって申し訳ないんですけれども、でもね、まあ、このねこの1ヶ月の中で特にねいいなって思える日をちょっとね再度お伝えしますね。そうね、あ、これがまた消えてるねよいしょ、ちょっ
ちょっとこれね、見方もう少し見やすくしますね。はい、いい日がね、4日の星、4と5もいいです。4、5、6いいな。4、5、6、10、11もいい。あ、このね、15、16、17っていいですね。花、クローバー、ユリ、これもね、すごくいい。で、ここのね、18っていう手紙のカードもいいので、連絡取りたい、あの人がいたらぜひ頑張っていただきたいなって感じで、あと22もこれ太陽、とてもいいです。23ね、あとはこのハート、この日が何日だっけな、ここだから今ね、なんかね、少しね、ずらしちゃったからね、なんかね、分かりにくくなったぞ。あ、これなんかね、後でちょっとこう文字に書いて出します。ちょっとここね、今ずれちゃったからね、分かりにくくなっちゃった。はい、あ、なんか申し訳ないです。ちょっと最後がね、しりきれとんぼになって、なんかね、分かりやすいようでちょっと分かりにくかったね。はい、あのね、とってもいいカードが出てるので、ぜひなんかね、いい日には積極的に頑張っていただきたいなっていう感じ。とにかくこの1ヶ月ね、この恋愛がとてもね、このベリースーンというカードがいいカードが出てたからね、これはもうぜひぜひね、どんな恋愛の方でも頑張っていただきたいなっていう感じしました。はい、これがね、1番の皆様です。よかったら参考にしてみてください。最後まで見ていただきましてありがとうございます。はい、じゃあ2番のピンクの皆様、お待たせしております。はい、こうなんかね、すごく天気が良くなってきましたね。すごく明るくなってきました。はい、じゃあまず今からね、目を閉じます。まずこれがね、11月の全体運ということで、はい、カードをね、1枚開いていきたいと思います。はい、目を閉じてます。これかな。はい、はい、じゃあこの次はね、これは仕事運、金運ということで、こちらもカードを1枚開いていきたいと思います。はい、そしてこれは恋愛運です。ね、11月の恋愛運どうなるだろうね。はい、そしてこれはね、アドバイスカード、今月の過ごし方ということで、アドバイスカードを引いてます。はい、そしてこれも同じく、ドルフィンも同じように、こちらもアドバイスということで、はい、じゃあね、でね、後ほどこちらでいわゆる30日分のカードをね、引いていきますので、はい、じゃあまず今月のね、全体運の流れは、はい、ソードのページのリバースというカード、何かね、情報が錯綜しそうな感じですね。いろいろ考えすぎてしまって、どっちかっていうと、こうなんかこう自分が損をすることをしたくないというかね、あの非常にこうなんかいろいろ考えて考えて考えて、なんかね、考えすぎてしまって、ね、なかなか動けないとか、ちょっとね、こう頭でっかちにね、もしかしたらね、なってしまうのかもしれない。
いろんな情報が入ってきて、それをどう対処したらいいのかわからない、そういうことも考えられるかな、この11月。じゃあちょっと仕事運、金運はどうかな。フールのリバースか。そうね、うん、どうだろう、まあ11月ね、新しい部署とか転職した人っていうのもしかしたらいるかもしれないし、こうなかなかいわゆるこう本調子にまだね慣れてないのかなっていう感じがします。そして今月のピンクの皆様はいわゆるこう会社の中、組織の中でなんていうの、普通はとか常識はっていうことを少し求められちゃう可能性もあるかもしれない。いわゆるピンクの皆様がこう個性的すぎて、そういう意味では会社の中で浮いてしまう可能性あるかもしれないし、それがね私は悪いこととは思わないんだけれども、可能性があるかもしれないし、あとは金銭的にはね、不用意な大きな買い物をしちゃう可能性もあるかもしれないということで、そこは少し要注意かな。はい、じゃあこれがね、はい、レイヤー運。はい、このカードが出ましたね。うん、とっても恋愛としては、まあお相手様がいる場合は今月はねすごく安泰、幸せっていうカードで、これはねなかなかこう動きがないカードなんですよね。だからまあ片思いの人とか、ね、復縁を望んでる人は動きは少しずつスロー、ね、もっとね、もっとここまで頑張りたいのにっていうのがあるかもしれないけれども、着実に進むよっていう感じかな。うん、そういうふうに思っていただいていいかと思います。はい、あとこれがねアドバイスカードです。ほう、トラストというカードと、ね、いわゆるこうね自分自身を顧みるというこういうカードが出ています。はい、今月のあなたへのメッセージ、うん、このトラスト、ね、これ恋愛でもいいかもしれませんしね、何かこう全てにおいてあなたの心と、ね、他の人ときちんとこう精神的につながってるよ、信頼関係で結ばれてるよっていうことと、あと自分自身を再度、いわゆる今月はヘアメイクチェンジ、ヘアメイクのチェンジ、いわゆるイメチェンとかそういうことも含めて自分の変化というのを楽しんでみてもいいかもしれません。今月いろんなことがあったとしても、あなたが信じることができれば、お相手様もピンクの皆様のことを信じてくれることができるよっていう、なんかそういうね嬉しいカードのような気がしました。はい、じゃあねこちらで、じゃあね30日のカードを、まあ、バーッと昨日の分から出していきたいと思います。まあ、11月の1日からね30日までのカードを出していきます。今さっきねちょっと1枚ずつ全部言ったからねちょっと時間かかっちゃったんだけど、まずはカードをバーッと出して、それからいい人、気をつけた方がいい人ということでお伝えしていきたいと思います。はい、じゃあ見てみますね。はい、1日は魚、2日はリング、うん、今日いいですね。はい、3日はあなたのカードが出ました。何か動ける日なんじゃないでしょうか。4日カマカ要注意、5日橋、6日クロス、この日はあんまり新しい動きしない方がいいですね。7日フォックス、人間関係注意ですね。8日ネズミ、お金の使いすぎ注意。この日はね、雲というカード、何かストレス、大きいストレス、不安が出てくるかもしれない。
注、無知か、うん、喧嘩とか口論、働きすぎに注意。中一が二は、まあ、しゃいいですね。お、手紙のカードが出ましたよ。もし連絡したいあの人がいるのであれば、この12日おすすめします。はい、13もこれキーのカード、これ嬉しいカード、ウィッシュカードです。はい、14日、これ花のカード、出会い恋愛運ものすごくいいですね。楽しんでいただきたいです。15、コウノトリ、ね、妊活している人、赤ちゃんの可能性あるかもしれません。はい、16は怒り。17は棺桶、うん、この日はね、何かが終わるっていう可能性あるので、積極的にはあんまりこの日は出ない方がいいかな。18は本。19は男性、19日、19日、あの人から何か動きがあるかもしれません。はい、20ワンちゃん、友達運良さそうです。21日クローバー、何か嬉しい知らせ来るんじゃないでしょうか。はい、22日は山、ちょっとこれトラブルとか障害が大きいかも。はい、そして22日は蛇か、うん、人間関係この日も要注意です。複雑な恋愛してる人とかは特にね。はい、23は百合、恋愛関係いいですよ。深い関係になる人もいるかもしれません。24日、船。おー、25日ハートが出ました。ねえ、すごく嬉しいですね、ハートです。26はライダー、出会いなんかもあるかもしれません。27、満月、月のカードですね。何かね、願いが叶う、希望が叶う、すごくインスピレーションが高まる時期、日になりそうです。29、太陽、何をしても成功っていう日。はい、はい、子供のカードがね、30日に出ました。なるほど。はい、これでね、特にね、1ヶ月の間、ね、いい人、注意した方がいいよっていう日を、まあ、お伝えしていきたいと思います。はい、ですね、はい、まあ、昨日も良かったです。昨日も良くて、今日いいですよ、リング。出てるから今日いいです。2、4日要注意ですね。4、4、6、7要注意ですね。あ、4、6、7、あ、ここ8、9、10まで続きますね。うん、この時はね、ちょっと運気がね、低迷中かなって感じ。うん、でもね、11日からね、人間関係とかも含めて良くなる。で、12日ね、これ手紙のカードが出てるから、連絡したい人とかぜひしてほしいな。うん、で、13、14、ここもいいですね。13、14、15、16もいいです。で、17が、うん、あんまりおすすめしない。うん、で、20、21もね、友達関係とかね、嬉しい知らせが来るよっていうカード出てます。そう、ただね、22、23がこれね、障害とかそういうカード出ています。で、26、27、28、いいですね。ハートライダー月で、その後が太陽ですもんね。29も、うん、ね、こういう太陽のカードも出てるし。で、30日は子供、まあね、素直な心を大切にということで、今ね、こう1ヶ月の、はい、流れをお伝えさせていただきました。うん、やっぱね、1ヶ月の間にね、もちろんいい日もあればそうじゃない日もあるんだけれども、うん、なんかね、でもね、いいカードもね、たくさん出ていたので、うん、とにかくね、今月はこのね、トラスト、信頼ということ、
そして恋愛は、まあ、着実にゆっくり進んでいくのかなっていう、そういう感じが見えました。そして全体的にはね、考えすぎに気をつけて、むしろ、まあね、考えすぎるよりも行動した方がいいかなと思う部分もあったように思います。はい、これが2番の皆様の流れです。よかったら参考にしてみてください。最後まで見ていただきましてありがとうございます。はい、じゃあ3番のパープルの皆様、お待たせしております。はい、こちらのカードからまず全体を11月のマンスリーリーディングしていきたいと思います。こちらは今目を閉じながら、はい、こちらカードシャッフルしてます。はい、これです。はい、こちらがまず1ヶ月の全体運の流れ。はい、そしてこれが仕事運、金運をこちらのカードで見ていきたいと思います。なかなか出ませんね。はい、あ、これかな。はい、はい、そしてこれがね、恋愛運です。さあ、どうかな。こちらはね、今月の過ごし方のアドバイスという意味でカードを引いていきたいと思います。おお、なんかカードがすごい跳ねるね。すごく跳ねるぞ、アドバイス。はい、これ。はい、そしてこちらも同じくドルフィンからもアドバイスをもらいたいと思います。これかな。はい。はい、じゃあまずは全体運の流れ。さあ、まずどうなりますでしょうか。ラバースのリバースか。何かね、今月はなんかね、選択ができないという状況、迷うんだけれどもまだ選べないという、そういう状況がもしかしたら多々あるのかもしれない。これは仕事も恋愛も考えられるかな。そうね。で、これ全体運でラバースのリバースか。ちょっとね、後ほどこのね、恋愛運も見てみるので、もしかするとちょっと恋愛がね、複雑な関係になる人もいるのかもしれないですね。なるほど。はい、じゃあこれがね、仕事運、金運、ワンドの十、正一。ああ、とっても忙しくなるんだね、今月。とっても忙しくなるんだけれども、あのね、ブルーの皆様は、それをきちんと責任感を持ってお仕事ができる。と出ています。まあ、そういう意味でお金は使う暇がないっていう意味で金運がいいかもしれません。でもね、とっても忙しくなりそう、今月。はい、でね、恋愛運どうかな。はい、エクスプレスユアラブですね。これは、まあ、片思いの人とかね、復縁したい人、特にね、自分の気持ちを言えるチャンスね、伝えれるチャンスっていうのがあるのかもしれない。まあ、お互いにね、こういうふうに目を見ながら気持ちを言い合うこと、伝え合うこと、それができるし、おすすめだよっていうのが、この1ヶ月の流れ、なかなか、いいんじゃないでしょうか。はい、じゃあこちらね、アドバイスです。はい、引いてみますね。お、ネクストフィーマンスTime to move on。 何かね、この年内ぐらい、11月、12月、そうね、1月、
までかかる人いるかもしれないけれども、こうあなたにとってこのね、これ1ヶ月のリーディングで見たんだけれども、でもこのね、いわゆる 2,3 ヶ月の間にあなたは次の段階に行きますよっていう、こうそういうちょっとね、幅広いメッセージですね。いわゆるこう次に行く、これが仕事なのか恋愛なのかね、何なのかなって気はするんだけれども、でも階段を徐々に登っていくよっていうことなので、いわゆるあなたにとってとてもこう幸せな状況になっていく、夢が叶うっていうことなのかもしれません。うん、なるほど。うん、じゃあちょっとね、ここでまず30日間の、ま、昨日から11月1日からの、まあ、30日のデイリーということで、カードをね、全部あの30日分出していきたいと思います。ちょっとね、いい日とそうじゃない日、気をつけた方がいい日ということでお伝えをしていきますね。もう少しシャッフルしますね。昨日、はい、1日怒りのカード、2日、うん、今日雲か、何かね、ストレスとか不安とか出てくるかもしれません。3日、魚、うん、4日、熊、5日、木ですね。6日、鎌、要注意。7日、船、新しいカードで、うん、8、お、これ嬉しいですね。8日、月ですよ、うん、9日、手紙、あのね、音信不通の人とか復縁したい人とか恋愛、ね、片思い中の人とかアプローチいいと思います、9日、うん、9、10、はい、これも出会いとかありそうですね。忙しくなりそう。11、これ人間関係要注意。12、橋、はい、13、リング、嬉しいですね。約束できるんじゃないでしょうか。仕事とかね、恋愛も両方いいです。14、あの人のカードが出てます。何かあの人から動きがあるかもしれません。15、家、これはね、家での、まあ、幸せな出来事とか平和という意味があります。16、これ棺桶、あんまり積極的にこの日は出ない方がいいかな。17、クロス、うん、16、17、これね、要注意ですね、うん、18、クローバー、嬉しい知らせ。19、はい、これ人間関係要注意、ヘビ、はい、これがね、20日、子供のカード。21、コウノトリ。なんかね、20、21、妊活している人とか嬉しいかもしれませんね。はい、22日、ムチ。これは喧嘩とか口論、気をつけてくださいね。で、はい、23。はい、これ、キーのカード。24、星、嬉しいですね。願い叶いそうですよ。25もワンちゃんのカード、うん、26はタワー、27ネズミ、お金の使い方要注意ですね。28トリカー、うん、コミュニケーション。お、29、いいですね、太陽、もうあなたがね、中心になれる日、成功っていう日です。30、ユリ、お、恋愛で何かね、嬉しいこととか深い関係になったりとかね、する可能性あるかもしれませんということで、はいね、カードを出させていただきました。
ですね、まずいいなと思われる日、明日3、3、7、8、9、10、13、15、18、20、21、23、24、25、28、29、30がいい日そうで、逆にこれは気をつけてねっていうのが6日、これ大きなトラブルとかの予感。あとね11、これ人間関係気をつけてくださいね。16、17、これねちょっと2日なんか気になりますね。この日は本当に受け身でいいなって感じです。19もね、なんか意地悪な人とかいるかもしれないですね。で22、働きすぎとかね、ハードワークに気をつけてくださいと。で27、まあね、お金の使いすぎとかそういうのに気をつけてくださいっていう、そういうカードが出ているかなということで、はい、これが30日の流れということで、はい、出させていただきました。仕事はね今月ねすごく忙しくなるのかな。でこのねラバーズのリバース、そうね、まあこれ全体的な流れを見ても、着実にやっぱり今月は進めるような状況になりそうだし、こう大きな決断はまだ今月はこうしないんじゃないかな、できないんじゃないかなっていう気もしています。だからとにかく今月は一歩一歩恋愛においては進んでいくようにした方がいいのかなっていうこと出てます。まあでもね、このね数ヶ月で何かあなたね、ブルーの皆様が新しいステージに行きそうなので、こう今がねそういう意味では準備期間、動くための準備期間になっているのかなというふうにも見えました。はい、これが3番のブルーの皆様でした。よかったら参考にしてみてください。最後まで見ていただきましてありがとうございます。